サッカー J1 の北海道コンサドーレ札幌は16日、J3 琉球から MF 白井春と24を完全移籍で獲得したと発表した。背番号は71。この日、チームに合流し、札幌、宮の沢で約2時間のフルメニューをこなした。札幌は最下位に沈んでいるが、今の順位を把握しながら初めて練習したが、思ったより雰囲気が明るい。 自分に求められているのは今のチームの変化や得点だと思う、と意気込みを語った。白井はスピードが持ち味の攻撃的な選手だ。G 大阪の下部組織出身で2018年にトップチームに昇格し、21年シーズンに J1 デビューした、出場1試合。その後は22年に J2 岡山に完全移籍し、昨季から琉球に在籍。今季はリーグ戦18試合に出場し、 得点ランキング2位タイの10得点を挙げている。今季のブレイクの理由を2年連続で J3 でプレーし、個人的に危機感があり、このままではいけないという思いがあった。誰かがやってくれるだろうではなく、自分がやらないと誰も助けてくれないと思えたので、ここまで成長できたかと思う、と明かした。札幌からのオファーには、素直に嬉しかったし、J1 を目指してやってきたが、 悩みもありました。J3 で得点王を目指していたけど、自分の夢を優先しました、と話した。久々の J1 クラブ所属に、今季の前半戦は今までにないぐらいサッカーの楽しさを感じたり、得点もついてきた。それが J3 だからできたではなく、J1 でできてこそだと思う、と気合十分だ。クラブはスピードと得点力を評価し、シャドーでの起用を念頭に置いており、 白井は、ゴールに向かえるポジションならどこでもスピードが生かせる。今まで通り、裏抜けを意識してれば自然といいボールが来ると思う、と語った。悠久時代につけていた背番号7にちなんで、札幌では71番を選んだ。7番はいいイメージがある。サインで、7、と間違えて書いたときは、横に1と書けばいいし、とジョークも交えて語った。 人生で初めて北海道に来たそうで沖縄は日陰でも暑いんでここはサッカーが本当にやりやすいし環境が素晴らしいと心機一転日本最南端のクラブからやってきた男は今度は最北端の札幌で飛躍を目指す